宮下が選んだ枝豆は、愛知県産です。宮川徹選手が食べたミニトマトは、三重県産です。2回戦いきますか。さっきね、枝豆がまさかの当てられちゃったんでね、で、僕がミニトマト外しちゃったんで、後がないですよね。できました。ですね、岐阜県産のトマトで、熊本県産のトマトで、これが愛知県産のトマトですね。ではこれで、勝負の方にね、仕掛けていこうと思います。では2回戦、大玉トマトをね、仕掛けていこうと思います。さっき1回戦でね、枝豆を当てられたんで、正直もうここ当てられたら、僕勝ち目ないですけど、とりあえず外してもらって、で、僕が当てて、延長戦にね、つなげたいなと思いますんで、お願いします。ではいただきます。おいしい。もう一周します。あと2つは、岐阜県と熊本県ですね。岐阜と熊本ですね。はい、気候が違うんでね、やっぱり岐阜と熊本だと、はい、いつも食べているトマトを選ぶ方がいいわけです。それでは、はい、選びました。この3つの中の愛知県産のトマトは、手前のトマトです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。宮下くんが選んだ大玉トマトは、岐阜県産です。わあ、マジか。ちなみにどれですか、愛知県産は。愛知県産はこちらですね。一番これは奥のが愛知県産です。非常に難しい。難しい。難しかった。難しい。うん、正直どれもうまい。マジか。全然味違わん。全然同じ。やっぱ素人だとちょっと分かりにくかった。ピーマンでちょっと愛知県豊橋市のピーマンがちょっと細長いんよね、これ。細長いんで分からんように調理していきたいと思います。ではレッツゴー。一番手前が愛知県産で、右側が長野県産で、左側が、北海道産。いきます。決戦です。はい、トールがこれを当てれなかったら私の勝ちになります。はい、はい、ではご賞味ください。ありがとうございます。ではいただきます。ではまずこっちから攻めていきますか。長野県産じゃないですよね。これあれですね、メンタリストで来てますね。ノーコメントで。塩がしっかり効いてて美味しいですね、ピーマンも。うん、これ北海道産ですよね。
違います。僕が選んだ愛知県産のピーマンは、一番奥のピーマンです。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーです。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーです。トールが選んだピーマンは愛知県産です。イエーイ来ましたね。正直ね、分かんなかったです。正直ね、味はね、分かんなかったです。すごくない？なんで？いや、味は分からなかったけど、うん、北海道産ですかって聞いたときに、なんか吹き出してたから愛知産なんかなと思って。ちゃんと噛み締めてよ。でもね、どれも美味しかった。美味しかった。美味しい美味しい、うんうん、塩だけでもね、うん、気づきましたね。全然、うん、普段こうやってビーム単体で食べることってちょっと苦さって美味しいわ。うん、僕もチンジャオロースが結構好きなんですけどね、うん、美味しいよね。そういうのに入っても、ね、うん、でも本当に分かんなかったです。残念っていうか、まあ、ちょっと相手の心をちょっと見透かしてそれでいいのかどうか分かんないですけど、まあちょっと嬉しいですね。では一勝一敗ということで。そうですね。今回は、まあ、僕らもね2問とも正解できなかったっていうことなんで、うん、はい、ということでね、今回最終決戦でトールの方がトに的中させたということで、くしくも今回は引き分けという結果になりました。でもどれも美味しかったですね。美味しかったですね。美味しかったです。まずいものがなかったです、ね、うん、まあ、今回1対1の引き分けだったっていうことでね、うん、また再戦したいなというふうに、もちろん思いますし、うん、今度はせっかく僕らもね家庭菜園やってるんで、うん、自分の作った野菜と、うん、家庭菜園菜を並べて、うん、味にはちょっと多分歴然とした差がありますよ、ね、そうですね。やっぱり僕ら素人が作るのと、うん、やっぱプロの農家さんが作るのって全然違うと思うんでね。全然違いますね、うん、次は僕たちが作ってる家庭菜園と市販のものを比べて対決、そうですね、していきたいと思います。では、今日の動画はこの辺で。はい、それではアディオス。ぼっちゃんぼっちゃんおまけでじゃみるみる。手前の枝豆はカット。